さあ石川と張本というスタートになります。点を取った方はそのまま残っていきます。点を取られた方は変わっていくというシステム。1ゲームは11点マッチ。お、まず張本が1点を取りました。さあ早田もう1回です。にはあっと、アカデミー対決ですね今ね。なるほどね、はい、そうですね。さあ張本ともう一度早田になりました。先ほどはロングサーブにやられた張本、今度はミドルに出してきて強打。おお、いや早田力で勝ちましたよ。いやそうですね、パワーでも男子選手に負けない。そうですね、素晴らしい男子チームも声を上げて応援してますね。いやこれほとんどのポイント男子チームは庭で取ってますね。庭選手ですね。お、サーブ変えてきました。横系。おっとそれも対応した。回り込んでアウトになりました。相手は森園。おっと森園、うまくレシーブ合わせましたね、横回転サーブだと思うんですけど、はい、うまく回転量のつけたドライブで対応してきましたね。そうですね、第1部でやられてますんでね、森園は第2部でやられるわけにいかないという、ね、いやもう本当意地があると思います、はい、さあ早田と森園、さあチキータをどう封じるか。ここもデュースはありません。巨大ネットに当たってオーバー。さあ第1ゲーム第1回女子が取りました。あ、どうやらサーバー一本交代にするみたいですね。さあ森園のサーブからです。ここ落とせませんよ。うん、おお取りました。さあ石川、石川と森園、いいコース、ノータッチで抜いていきました。チキータしようとして入ったと思うんですけど、はい、弱気だったのか石川選手のサービスが良かったのか、はい、そしていいコースでしたね石川選手、見事でした。さあ、うだ、おーって拾ってる、石川、見事、宇田選手決まったと思いましたね。これはね、そう思いますよね。取っていませんでしたね。強打、早田1回は返しましたが、さあこれでまた2話連続ポイント。サーブ、おー、いやうまい、2話選手だったよこれで女子2周しましたよ、2話1人で。いや石川選手はどういう風に戦術を組むか、あ、これかなり考えてますね。打たせていってもいいかもしれませんね、2話選手に。探り合い、おー、きたー、バックハンドストレート、素晴らしいコース取りでしたね。女子選手とかでもバックタバックで前陣で食らうことが多いんですよね、はいはい、こういう練習すごくしてると思うので、男子選手はちょっと不利でしたかね今のラリー戦では。さあこうなると森園、大きな期待とプレッシャー森園のそのサーブの仕草に思わず石川が笑ってしまいました。強打決まった、カノっぽかったですけど、でもああいうふうにねじ伏せるところがね、はい、森園選手らしいですよね、はい、さあこれで何失点差、ナイスボール、そして、おー、そしてちょっと圧力をかけて、なんとか入った、強打、ここは森園の見事でした。いやそこね、こう詰まってくれるかなと思うところを森園選手ね、はい、うまく体使うんですよね。そうですね、さあ10対9、素晴らしいプレー、ちょっと調子上がってきましたね森園選手。
巨大。ああ決まった。無駄を仕切りました。第2ゲームは男子が取りました。接戦ですね。第3ゲームなんと1点勝負。さあ1本勝負です。早田が行くんですか。早田宇田全日本チャンピオン同士ですね。わー面白い、はい、さあ1本勝負。早田選手サービス。そうですね。勝つのはどっちか、男子か女子か。頑張れ。うわ早田が取りました。勝ったのは女子でした。見事ドリームマッチ第2部、男子対女子日本代表の戦いは女子の日本代表が勝ちました。